この番組はさらば青春の光人オフィシャル YouTube チャンネルを金星さんにお送りしますあのー、最近あんまないですけど。ふんふん 昔よくテレビとか出させてもらったりする時に共演者にタレントさん例えば女性タレントさんとかがいてゲストで来てて話聞く時に「おいくつですか ?23 歳です若い!」とか言ってたら「ええいつぐらいから芸能こうやってんですか?」みたいの言うと「いや私実は子役からやっててもうなんでそのまあその。 でけるかわかんないですけど七歳ぐらいからやってるんで、もう。ええー、十、十一五年ぐらいには、一応入ってからは、十五年ぐらい経ってるんですっていう時に。<laughs> え、じゃ、先輩じゃないですか。おざまーすみたいなやつあるじゃないですか。あ,あれ、何だったんですか。別に、その、俺は、別じゃん、んけど、なんか、みんな、きま、<laughs> 決まったことかのように。確かにね、おざます。じゃ、姉さんじゃないですか。 めっちゃおさんっすよいや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 もう姉さう。お父さんすいません」とか絶対やるわやってたなーと思ってあれ何ん。別に面白くもよく考えたらないし向こうも言われて困るしななんだったんだろう決まりごとんかもう反応反応のように言ってたなというふうに思いましたけどね。はい、うん、というわけでいきましょう。はい しずり、しずりティラとフルーツポンチ村上のアーマンブルーラジオ。この放送はザ森東をキーステーションにお送りしています。改めまして、フルーツポンチ村上です。しずるいキャラです。よろしくお願いします。お願いします。<ー>いや、まあ、確かにね。なんか、そういうなんか。<うん S 1> なんかもう。決まり伝統芸能みたいなこと。 感じでやっっちゃうことってありますよねく考えたら別にまあそうなんだけど俺ら吉本芸人同士はまあ入った順で芸歴とかまあ吉本特にねはい、はい、そ大事にしますけど、ね、まあ他の職種の方別にそんな芸歴で俺よく考えたら。 見る必要なないっっててて最近思別にもちろん知らない関係なんだからそれは年が下だろうが芸歴が下だろうが基本的には敬語だしさ初めましてではね別に芸歴がうんぬんじゃなくてんかさそれをさ言ってる人も行ってくるっていうかまあ言ってる人もそれをそれを言ってほしい。 それでワンセットみたいな意識はあるようだからみんなね誰も悪くもないし良くもないほんと空っぽの状態でみんなずっと1個のセットをやってるっていうさ。あるなと思ってね。俺さちょっと最近さんか例えば自分たちがなんかでピックアップされた時に「俺がちょっと変だ」みたいなことを。 のでなんかみんな盛り上がってるみたいなうん、うん、その時に例えば MC がアイドルの人とかに「うん、あのえこういうのどう思う?」って言った時に、うん、とっさに「いや気持ち悪いです」ってああいあの言うって、はい、<で>あるある。そこでんかその気持ち悪いこと言った MC が振ってきた、うん、とっさに答えなきゃいけない気持ち悪いです。 自分の思ってないことを自分の思ってることを言えてないアイドルの人って結構いると思ういるよそのメソッドに引っ張られちゃってねそうそうアイドルの人も多分本当に気持ち悪いとも思ってない可能性があるから言うべきだっていうか同調圧力みたいなそうそうやるんだよねだからさんかこの間しくじり先生出させてもらった時にアイドルの方がいてでその方が池田さんが「 「ええっつって「あっ本当っすか?」って「いやだからなんかちょっと気になってて」みたいな「ああそうなんすか?」みたいなでもそっからなんか祝辞先生う始まってどんどん進んでいくうちに「あなんかよくわかんないです」とか「何言ってるんですか?」とかだんだんちょっとトゲトゲしくなってくるだよ。俺その時に「いや違う違う」 それ違う君は染まっっちちゃいいけないよそっちに君は僕のことを好きなんだからそんなになんかわざと番組に合わせてトゲトゲトゲ独々しい感じの発言をしちゃダメだよって思ったのよちょっと。あーなるほど。うん、でも俺その見ました祝日先生見ましたけど。どう思ったそれ、うん 気持ち悪いなって思いました。<laughs> やっぱりあの話、あのいや、それはしくじり先生は。え嘘、ー。そう、池田さんのちょっと変なところを、やっぱりさ、ピックアップして、ショーアップして、そう見せてくから、あれだけ聞いてたら。や、だと思う。いや、あれ、ショーアップどころじゃない。あれ、すべてよ。俺、あれ、あれ全部、だから、だから言ってんだよ。気持ち悪かったんじゃないです。そのえ、じゃ、でも、あれだってさ、池田、いや、私、池田さんの考え方反省ですとさ。そするじゃん。<laughs> いや、なんか、それ、それを言ってんの。 損とか違うねそれいいなんだもんだってい<や>かわいがってそれ言い出したら最初の好きもそうでもないんだよもともと。<laughs> いやお前さそれは打ち合わせでスタッフさんに「何かしずるの池田さんとかの印象あります」ってあーいやあーでも一回夢にちょっと出た 池田さんじゃないかもしれないはっきりあもうじゃあ,あの出たことにしましょう、まあまあ、出たことにしましょう誰,誰、はい、そいつ誰そいつそのなんかん出たことですいや出たことにしましょう,う池田さんで、ね、もう多分多分いいと思いますまあ本人その喜ぶと思うんで,で2回3回出てきたんでちょっと気になってるとかの方がもしかしたらこのあとまあいろいろ他の池田さんのちょそういう部分じゃないのも出るんで「いいすか好きだあわ分かりました」ってなってるんでじゃそっから言わされたってこともそうだよそもそも <laughs> あ、そうなの？好きじゃなかったんだ好きじゃないよ。それなんでよ。だって。俺もそのまあ、同じようなタイミングでテレビに出てさ。あの時、池田さん好きな人マジでいなかったじゃん。お前待って。いや。お前さいやってる。確かに俺は縦横無尽に街を歩けたよ。<laughs> そうだよね。風こそ聞いてないかと。<laughs> 風こと聞らないけど、縦横 <laughs> 無尽には歩いてたよね。<laughs> そう、うん、まあそうか。そうなんだよ。だそういうもんなんだよ。まあそうね、だからそあいやいや。確かにそういうメソッド系。系 確かねメソッドとかまあ正しいあとこれ全然関係これこれこんなこと思っちゃってごめんなさいっていうただただあれなんだけど俺が間違ってんのよこれはこれはもう俺が完全に間違ってる俺が悪いからね先に言っときますけどあのよくあの野球とかさまあ何でもスポーツのさプロのプロスポーツ見てた時にさまあみんなさ 下手だなとかさはい、はい、三振したらうわ下手だなんでこの球取れないんだよとか言うじゃないですか、うんうん、でそういう時にさ、まあ、まず1個目の、えー、正義マンは、うん、あのいやいやお前より絶対うまいからねもう確かにねまずこれ出てくるじゃないですかでもまあそれもそうだし、うん、それも正しいと思うしでももう1人の正義マンが出てくるといやいやそれはそうだよだけど 俺らは見るんだから楽しんでんだからその本人にイベント向かってお前下手だなって言うわけじゃないんだったらこれは見る楽しみ方として下手だなは言っていいよねはいそれも含めてエンターテインメントっていうそういうもんじゃんっていう,うんそうね確かに確かにうんで言われてる方もちろんそのヤジ言われたら腹は立つだろうけどそのるある程度の線の中ではさみんな許し合ってるそ<う>ねで俺そう思うんですよ。僕は全くプロスポーツとかできなないいし自分の得意じゃない ジャンル歌でも何でもね自分なんか、うん、曲なんか1曲も書けないし楽器も弾けないけれど、ね、そのこの曲はこの歌はいいこの歌はなんかどっかで聞いたことあるぞなんていうのは、うん、別に SNS に書かないけど言ったりするんですよ。それは <laughs> いいと思ってんのそういうもんだなってそういうふうにやって盛り上がっていくもん全体があってそうそれでそれ言うことによって自分も満足できたりとかし好みだしね結局はね正義も二人出てきて思ってんのよ俺本当にだからいろんな別に見てる人はね素人目線でねいろいろ言って俺はまあいいと思う誹謗中傷はダメだけどねと思ってんのうん 思っんだけど一応俺はお笑いい芸人じゃなですかプロって言っていいのか分かんないけど一応何年かも十何年やっててさやってる時にお笑いも言われるわけじゃない当然ねつまんないとかじゃあお前がやってみろとかじゃあその理由になるわけだけどさっきも言ってたんだったらお笑いだってやっていいわけよ俺とその言ってる人がギャグで対決してどんどんこんじゃなくてお笑いにもつまんないとかいろいろ言うじゃんでも俺その お笑いのこと言うのはダメだと思ってますはっきり言って絶対言うなって思ってますえスポーツうんスポーツとか歌とか何でも例えばもうあのんかあの本とかもそうだし自分はできない映画の批評とかも自分じゃ作れないできないことに対してああだこうだ言っていいと思ってんだけどおお笑いダメです言わないでくださいそれはなんであるですから いやちょっとそうだねそれは自分でも悪いって言ってたもんねうん悪いだ間違ってんだよ村木がねうんけどもうこう思っちゃうからしょうがないよもうねそれはねうんいやもうなんか本当にすがすがしいようんうんうん自分が悪いけど分かってるからだからなんならもっと言ったら俺にだけ言わないでじゃあそうそうそう。他の人には言っていいいかがさんのこはどんだけ悪く言ってもいいから俺だけマジで言わないでしょ <laughs> 褒めて欲しいもう落ち込むし怒るし、うん、俺がどんその甘やかしたらダメになるとかいろいろあるじゃん,うん、うん、いい甘やかしてほしい褒めてほしい、うん、褒めるだけ、うん、俺の未来はどうでもいい今褒めてほしい <laughs> そうね <laughs> あでもその,あの俺の未来はどうでもいいっていうのは、うん、確かに分かるね、うん、確かにもう間違ってもアドバイスなんてしてこないで <laughs> いやわそうだね、うん、やっぱちょっとだってあのー、とんでもないやっぱその勇気がいる発言だったと思うよそれはうん本当におだから僕はもうそこだけごめんなさい何でもなっちゃうけど、うんえー、僕そのお笑いやられてない人が僕には「その面白くない」って言わないでください言っちゃダメ言っちゃダメ、えー、でも僕は、えー、やったこともない他ジャンルのものに対して めちゃくちゃ文句を言います。えっはい、それはもう。の一個1個足したじゃん。言っとかないと。今後、いやいや、お前は自分のこと言うなって言ってんのに人に言うじゃんって言われる可能性があるんで、そうね。言います。でも僕には言わないでください。もう決まり。決まりで。じゃあもうそれは言ってきたら、ルール違反。はっきり言ってルール違反です。ルール外でやっちゃってるよってなるんで、それ。俺の決めた、ダメだよ、ダメだよって。 確かにね、取り合わないですだからそういうのには、うんそうね、僕そういう人間なんで、うん、分かったいろいろよしなんかねそ、まあ、すごくた本当にニュースとかでた、まあまあ、本当にすごい不幸とかじゃなくてまあ、ね、吉本と、まあ、芸人さんがとか芸能の人がいろいろね、うん、ちょっとした、うん、記事が出たりする時とかに。うん 最初に思うことよ。その後にはいろんなことうわあとかいやそんなにこれがとわあそんなに責められるようなことかとかこれは本当はいい人だよとかまあいろいろ思うけど一番最初に思うことを俺って本当これ言いますよ。うんいいよ。自分じゃなくてよかったと思うんだよ。マジでそういう人間なんですごめんなさいごめんなさいいやしょうがないでしょ頭上げてしょうがないでしょだってだってそれはでそれやっぱ自分のやっぱ辛かったと思うそれ言うの。うん。 でもしょうがない、そう思っちゃうんだから。そうなのよ。で、あの本当多分それ戦ったと思う。いや、それはダメだ。だってみんなみんながみんなのことを許して、自分がそれみんなのこと許せない。でも自分はそれやったら許してくれ。これ本当にきついことだと思う。これ言うのね。はい。本当にきつかった。もうよかった。今日吐き出せてよかったです。いやよかった。僕は最低な人間なんです。はい。もう、うん。そうね。うん。 いいと思う。ごめんなさい。それだけちょっとね言わしてもらわないと。あやいいういい。そういう人間がお送りしてるアバンボルラジオだっていうことは認識してもらわないと。一人がね、うん、そのうん、そのうん。かるよ。うん。そうか。そうそうそう。じゃあ、俺も言うわ。えあのね。 そんなに表には出してない池田の部分あのやっぱやっぱいろんな芸人さんのギャグとかボケとかネタとかやっぱりちゃんとそのボケの質とかを考えてやっぱこっちは笑わないといけないと思うのよ。 その人のパーソナルな情報なんて絶対入れちゃいけないと思うのね。なるほど。うん、でも俺は、うん、巨乳のアイドルと噂になった人のボケは笑えません村犬。俺はねこれは申し訳ないけど,なるほどその人のボケの質とか。うん 本当はだからめちゃくちゃ面白いとかめちゃくちゃ面白いだってこのボケを作るまでにこの方は相当悩んだし努力されたとか <うん S 1> あるだろうけどう <ん S 1> あるだろうけどう <ん S 1> その人が巨乳の人と噂になった場合俺はその人のボケを 一切笑いません笑いませんこれはもう大変だよこ度これよく言ってくれたよ <laughs> 本当にありがとうねいやいや本当にれもうだか,らそだからそれを言ってくれたってことはさある種裏返してはさ、うん、僕はお笑いに対しては紳士ではないって言ってるのも私だの <laughs> いやそうよ。ねもうそれはいいそれだからだよね。 俺はい僕らの芸人になるしさ正義ってさいろいろあるよ完全じゃないよ全員ね。で僕ら仲間だから仲間守り合うんだよ正直そうじゃない人からしたらあれは間違ってるこれ間違ってるあるけど俺らの絶対的なルールって面白かったらいいっていうさそうルールがあるじゃんそこすら崩すってことだね。俺は芸人さんに対してやっぱお笑いに対して。 やっぱ無本というか、うん、もう反してる俺はももううう今ロックだね、うんもうこれは申し訳ないもうロックパンクロックやってんだいさん <laughs> そう俺はもう <laughs> まあ <laughs> 童貞パンクロックやけどやっぱ巨乳っていうのが出てきてるから分かるよだって童貞が一番戦うのはさ結局モテるやつだからねいやまあねれはイボーイなんだ。やっぱりと戦ってるわけよ童貞はずっとやっぱさ やっぱ正直、うん、芸人ってモテるみたいなこと言うじゃんはいはい多分俺芸人でモテてる人って、うん、芸人やってなくてもモテてると思うそれないまあ芸人やっててモテてる人はいる、あのー、うん、うん、そ,のそういうモテるの人はもともと本質がそういう人いるねうん,うんそうまあ全員じゃないけどやっぱそれが結構俺大きいんじゃないかなって思うよね,あ,ねありますけどね,ね これはごめんなさい本当に全然話変わるけどいやいいよあのさ、うん、うわちょっと今日話したこといっぱい、まあ、いいやもうまたに一個だけ、うん、い,い,いや俺本当不思議な体験最近しまして、うん、ちょっとこれね話すのすっごく難しいんですけど、うん、その決して面白いとかいう話じゃないんだけど、うん、ええー、まあ端的に言うと、えー、お演劇をね舞台、うんうん、お芝居ね演劇を、うん、まあオンラインで見たんですよ っていう話なんですけど、うん、それを見てた時にもう異常にその感動感動って言っていいのか分かんないけど、うん、なんかすごい本当、うん、に泣いいたという話なんですも泣いたっていうの,その涙が出たっていう感覚というもともとまたちょっと違う感覚を覚えたのが不思議な体験なんですけど。うんうんうん でこの話をする時にもちょっとそもそも言わなきゃいけないのが、うん、僕ってそのこう今40歳ですけれども、うん、そもそもでいうと子供の頃めちゃくちゃ泣き虫だったんですよ。<laughs> もう何かと言ったらすぐ泣いてたのよ。<laughs> あのー、親に怒られた同級生となんかそれがだから悲しいとか悔しいとかなんかもう感が感極まっちゃったらとにかく <laughs> 涙が止まらないのよ。<ー>あるじゃんか怒っててもない,な,い<あ>なんか。 すぐであそれがあってでもそういうの小学校の時とかはいいけどだんだんちょっとこう思春期に入ってくると人前で泣くのって恥ずかしいしダサいしえなんで泣いてんのみたいな思うことが自分でもすごく嫌だから泣きたくはないんですよ。けどそういう中で中学の時にもまずそんで中学年だって一番泣きたくないのに中1の時にあの。 僕の中学校1ですねその中1であんまりまだその知らないもう一個の小学校の人は知らないんだけどうん、うん、の中の1人がちょっと不良っぽいそんなめちゃくちゃ不良ってわけじゃないんだけど、うん、ちょっと不良っぽい人が、うん、同じクラスの人間が僕、まあ、当時からメガネかけてどのきついメガネをかけてうん、うん、えなんかこうい,いじってきてたのよ。 でもその時まだ中1だから不良とかそういう感覚もないんだけどすごいいじ,いじってきてって、うん、僕は「いやいいよ」みたいな「やめてよ」みたいな「の、うん、び太くん」みたいなめっちゃいじってるってきてて、うん、いじってきてたんだけど「うん、い,いい何何何何,何」みたいなことって、うん、なんかそういうとこがめちゃくちゃ切れてなんかあの「表出ろ」ってなっちゃって。え待って待ってちょっとごめん村は、うんはすごい言われてて「うん、ちょっとやめてよ」 でも,そうでも今の自分の性格を見るとさっき言ったのようにもしかするとやめたような言い方がすげえ嫌だった可能性はある人をムカつかせちゃう感じだったかもしれないそれはね。うん、で表って、うん、言って階段の踊り場まで行ったんだけど、うん、俺な,なんかしないけど出ちゃダメだと思って。<laughs> 多分けんこれ殴られたりするわと思ってなんかた <laughs> くなにあの別になんか弱々しくなくただただ外に出ないっていう拒否をしてて <laughs> いやなんかめちゃくちゃゃくないい苦しいなでそれをしてたら <laughs> でもな,なんか変なテンパってる感じも見せたくないけどそいつはなんか「ほれ!」みたいな感じなんだけど俺って引っ張ってる感じなんだけど俺がずっとかたくな,なにそのずっと出ないっていうただやってたら <laughs> た <laughs> 同級生がむちゃくちゃ集まってきて。 その俺らの工房、うん、えそれ休み時間ん人めちゃくちゃ集まってきちゃってほ、うん、のクラスでうわーってなって先生が切ってそれ気づいて切って止められて別々に話聞いてたら、うん、俺もその先生の話聞いてる時にめちゃくちゃ泣いて大泣き。<laughs> なんで泣いてるのか分かんない悲しいとかじゃなくて要は自分の思うそんなふうに思うはずなかった気持ちになったことに泣いて,てまずそれがあってそれでもう泣きたくないと思ってけどその後にまた中学の時にあのそれが一番原因なんだけどその,その次に起きたことが眼鏡をさっき言ったようにかけてるんですけど。 体育の時にあの危ない当時の眼鏡っそんなに性能いいスポーツ眼鏡とかじゃないから普段、はい、かずっとかけて眼鏡だから体育の時に眼鏡を外すんですね、うん、外すんだけど僕外すと本当に目が悪いから結構見えないからギ、うん、ギリギリまでかけてんのよどっかに教室に眼鏡だけ置いてって体育の時だけ外に出るんじゃなくてもギリギリまでかけていて、うん、いつでもかけるように。 あのジャージなんだけど後ろのポケットみたいなのに眼鏡入れてたのよ、はい、まあまあしょうがないの、ね、うんの時に何かボールか何かがやってきて蹴ろうとしたかなんかしたのかな,なんか球技一、うん、人でよ誰かにいたずらとかじゃなくて一<え>人でやってったらこけたのねでこけたら後ろのポケットに入れた眼鏡がバッキバキに割れたのよ <laughs> おおで当時眼鏡って高くてさ <laughs> 今って眼鏡ビッグバンとか起きて結構安くなってるんだけど <laughs> <laughs> もう3万とかするわけよだからメガネってそんなしょっちゅう買えるもんじゃないから、えー、メガネそのことを知ってたからメガネが壊れたことのショックで俺泣いてんのよ。でそれも大泣きなのよ。でそこに同級生2人ぐらいいたんだけどな,こみんなんで泣いてんのって顔したの <laughs> だって自分で俺が悪いのよ <laughs>。何俺がぶち切れてるの一人で「フレって言われてんだよみたいな。でだどうすんだよこれっって言って言 <laughs> 一人でやったことに対しててめちゃくちゃゃく泣いてるだから自分の愚かさとかもあんだろうね、うん、なんかそうで自分への自分の恥ずかしさというか感情が高まると泣いちゃうのでその泣いたことが本当に<の>だって自分でも冷静になって俺ちゃうん悪いの <laughs> どういうことな泣いてると思ったのよ <laughs> そ,う、ね、でそっから泣かないもう泣きたくないって決めたら呪いがかかったのか本当に泣けなくなったんですよそっから泣けない泣けないの。 俺泣へえでその後とブーっと高校まあそんなんあこんなでも大学で海外に1回,回あったんだけどな,いなんかちょっとあの同級生に、あのー、同じやつに3回も来られたことがあってそれで1回ちょっと泣い <laughs> あったんだけど1年の時にも大学1年の時にもそれあった、まあまあ、その事件言うと長くなるからそこでも大泣きして渋谷のど真ん中で大泣きしたとかいう時期もあったんだけど でそ,でそれでさらに呪いもう一回かけたわけ自分そうだねもうそこで泣いちゃったらもう呪いかけないとねそしたらさ本当に泣けなくなって映画とかドラマとかで感動はしてんのよいい話だなって思ってんのよん泣いたことが一度もないのよそのある程度の年までえなんとなくこれでこれこういうことがあったら、うん、昔は泣いてたなっていう感覚はあ,るのあんだけどでもあ絶対に涙が出てこないのよ でもみんなある程度大人になってくると映画見てあれ泣いたよねって話してるじゃんはあ、はあ、それがうらやましくてさ泣きたくなっちゃってて<え>でも呪いが解けないのマジでえ呪い解けないの解けないのお<ー>おえー、それ困るで,である程度30ぐらい過ぎたらちょっとだけあっていうその泣けてるかもって考え <laughs> ようやく呪いがうっすら解けたのお<ー>うっすら解けてはいるんだけどあ,あの その実際泣いたり涙がちょっと流れるんだけどうん、うん、あのー、あ涙流れそうと思ったらそれまではずっと映画に没頭してこの登場人物にき感情移入してるのに涙がってわかるじゃんその物理的に涙が、ねうんうん、出てきてる涙がら「わやった泣けそう泣けそう泣けそう」ってなったらあの急に泣けそうな自分の方が勝ち出して <laughs> マジで泣けなくなるのよ。 うーわ何それ初めて聞いたも,けも,うもう物語入ってこないよ泣けそうな自分を今 <laughs> 泣けそうな自分を見てる自分が今見,見てるのもう映画じゃなくて泣けそうな村上を見てる村上がもう後ろにいるのよ <laughs> えじゃあそれは何かをな,なんとなく何かを見てる泣けそうな村上みたいなっずっと見てるのよ状態になって泣けそうとか、えー、で 泣泣ききそうとかたいこのままだったら泣けると思えば思うほど泣けなくなっていくっていう呪いでもそれでも少しうっすらこうだんだんねだんだん呪いが解けてって泣ける最近になっては映画でああ泣いたとかはあるんだようやくねその俯瞰にする感じもくほとんどなくそれこそ別に「鬼滅の刃」みんなね泣いた映画のやつ泣いたそれも泣いたし今は結構ドキュメントテレビ見ててもああって泣いた。 涙が出ることが悲しいの僕は証ではないとは思ってるけど <laughs>、うん、それでも涙を流すってすごくストレス発散になったりするからようやくはそうちょっと少しずつ呪いがようやくまあこの年になってかかったけど、うん、泣ける自分になっ,てきた,なったなあなんて思ってたんですよ。うん、の中で、うん この、えーをえー、演劇をね、うんえー、オンラインでしてその演劇っていうのは、うん、根本修子さんという方がああ演劇界で結構有名な方なんですよ。言ったらまあこういうコロナ禍でちょっとそのまあ演劇でも特別な無観客で配信なんだけど、うん、普通配信だったら一回やればいいんだけど。えーえー その演劇界のためにも、ま、演劇っぽく本当に毎日やってるのうん、うん、何日間かやるのを生で全部配信してて、うん、カメラでずっとその演劇ちょうど演劇っぽく見れるようにやったりとかうん、うん、で稽古もあえて全部合わない当日しかあってない稽古にリモートでしか稽古してないみたいな結構特別な、まあ、やつだったんだけどそれ気になってたんだけどその配信機会には見てなかったのよそしたらそれが岸田岐局っていう演劇界の,あの脚本の賞。 され今回結果としては対象が今回なしだったんで取れなかったんですけどなんでってノミネートされたことで再配信をしてたの気になってなって言って見たんですよで見てたんだけど元柊かさんの作品もこれまで何回か見てるんですよね僕は好きで今回のやつ見ててまあ有料で配信してたものなんで今もうちょっと配信見れなくなっちゃって有料配信して全部を言うことはちょっと失礼なんでざっくりあらすじ言うと2組 舞台上2つに分けて別世界な感じにしてんだけど2組いるわけ1組は男女恋人ではないと思う男女同同じ年ぐらいの男女が知り合いではお話をしてますでもう1組は姉妹でもう1人ストーリーは関係ないけどもう1人の舞台上にいるっていう5人なんですがこの男女は。 ほんとにさわさわっと言うとこの男の子が何かで悩んでるたことがあったんだけどその子の悩みに対して女の子があ全然平気だよ、うん、みたいなた肯定してあげてるっていう感じで姉妹はお姉ちゃんがちょっとダメなところがあるのを妹が「いやいや、えー、大丈夫だよ」って言ってあげてるそという話の会話でそのなんでそのダメなんだとかその後にどうなったかみたいなここが全くないそ,その場所の会話だけ,なの<ー>だけで進んでいくんですよ。 でまあ、それでいろいろ進んでいくんだけどこのど,どっちの方もその要はい,いい妹とか女の子の方が要はこうこ<う>肯定してあげてる、うんね、優しいじゃない。はい、けどどうもこのおその自分は 相手のために本当に相手のためにやってあげてる言葉が届かなかったりするわけですよね。うん、おそれ男に響かなかったりお姉ちゃんに響かなかったりとか良かれと,、うん、と思ってることで実は傷つけてしまったりとか男女の方は女の子,の子の方がこの言葉をこうなるべく相手が、うん、変な風に意味取られないようにいろいろ言葉を尽くそうとする言葉を足そうとすると、うん、男がちょっと。 意味は分かんない言ってる意味は分かんないけどそのあなたが私のために言ってくれてるのは分かってるからありがとうっていう感じなのよ。でも女の子すると「いやそう違うね。意味も分かってほしいってなってんど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 ん言葉みたいなのやつなの。のやつがあったとこの本当それだけの会話でいくんだけど、うん、そのその女の子がそのその自分の言葉が足りないみたいな、うん、みたいなとこのシーンで俺なんか気づいたらめちゃくちゃ泣いてて。え その,しえそのお信じられないぐらい泣いてそのいや今泣けそうとかもなくぶわってもうそのそれ村剣さ村上さ全体見た中で、うん、その部分って、うんえー、正直まだ序章にすぎない部分いやでもねすごく短い話であ,あなるほど何て言うんだろうそれ僕の感覚ですけどそのあんまり僕のこら序章とかなくて。 全部って感じそそれれなんでなないいやそれがだからかかんんなないのよ、えー、なんか悲しいでもないし共感はあるのかもしんないけど、うん、全く同じような状況ではないし、うん、ってなった時にけどなんか知らないけどもうなんか本んになんかね、えー、言ってることセリフの意味は分かるよそれ日本語としての意味は俺は分かってんだけど、うん、なんかね意味を超えて届いてる感じ。 なんか、えー、あでそれをバーっと泣いてる時に思ったのはあ僕の触って欲しかったとこってここだったんだって感覚なのもともとここを誰かが触ってくれたらいいなあなとこに触ってくれたっていうよりはそこに触られて自分でも知らなかった触ってほしいところに気づけた感覚えでもそれ村けんは、うん、えっとどういう感情かっていうのはもう簡単には説明できないってこと、うん、もうできないそれはないからこれまでに経験が だからマッサージで肩もまれたら気持ちいいよね、えー、肩,肩甲骨がうん、うん、ちょっと痛になってくると、えー、実はこう耳たぶこうグリグリすると気持ちいいよねとかあるじゃないですかけどあ俺って実は一番ほぐ,されたこほぐされたかったところってくるぶしだったんだみたいな <laughs> えー、なるほどウソ年だったみたいな。 そんなとこ気持ちいいのってい,っていう感覚ぐらいなんかタッチされちゃって <laughs> うわそれは本当になんかその瞬間なんかもうだかかか悲しいでもないしいいやそういうことでしょなんか感動とかよ報われてよかったねでもないんだけどなんかねもうほんと宇宙とつながっちゃってる感じ <laughs> え何それつながっちゃってる感じ本当にだからもしもそれを見てる瞬間誰僕を誰かが見たらなんかね 宇宙とつながってる俺見れてると思う今その,その瞬間ち,ちょっとかちょ腕手足ちょっと体から外れてただろうえそんな少しバカてなってもう本来の、うん、なんか村上賢治、うん、手足が少しスポッてちょっとだけ取れてる感じ <laughs> それも五次元とかじゃないと <laughs> えすごいねうん、うん、なんかさちょなんかわかんないけどそれ似たわかんないけど、うん 東京ダイナマイトの松田さんとこの間喋った時に、うん、東京ダイナマイトの松田さんがその名,古屋の名古屋で劇団やってる人と仲良くて、うん、でなんかそのその方がやったお芝居をなんかちょっと見たん映像で見たんだって、うん、そしたら一人の男の人が出てきた時に松田さんがピッて一時停止して出てき方で「うん、で待って待ってこの人とんでもない人でしょ」え でその男の人が「あっ何ですか?」みたいな「いや何この人!」松田さんも「俺それ何なんすか?」って言っても「いやちょっともうんか分かんねえんだよ」なんかもう出てきた時に「あこいつ違う!」っていう存在感みたいな分かんないけどああもうんかでも松田さんには何かどうでもなく伝届くものがあって。 それって<ー>なんかあんのかねそのいやだから人にだから別にそのえさっきあげた作品がね、うん、僕にとってはそうだったけどおたくさんの人にそうかどうかはまあ全くタイトルはそう一応最も大いなる愛かな。ちょっっと待ってね でももう今は配信してないんで見れないんですけど、うん、まあいつかでも,でもそれさちょっと DVD とかになったら誰かね僕だからもう本当に聞いてみたくない,い,くないそうで一回しか見れん、まあ、配信だからさそのギリギリで買っちゃったからさ、うん、アーカイブ残って、うん、あのー、見れてないんだよだから一回しか見てないのその感覚、うん、もう一回確かめたいんだよねそれに似たようなことってなんかあんのかなか似たようなことっていうかちょっとね本当不思議な その演劇だからもちろんその会話での,その人物をこうね立体化させていく感じそこもじゃあもうなかったなんか不思議だったんだよなどんどん意味は意味を超えて入ってきちゃってる感じなんだよねずっとそれさ、うん、村犬がさ、うん、例えばさ昔さ、うん、泣くのをやめたとか、うん、あのもう絶対泣かないっていう経験がもしかしてなかった場合 そうだからなけてないかもしれないね。そうだから実はそうかそこもそうかちゃんとあのあれだったんだら僕ちょっとだから自分にあるなっていうのは僕もなんかうまくあんまり俺喋れない時があるんですよ。ああ<ー>その、うん、まあ、えー、関係性ある人はあれですけどなんか、うん、あなたのことを褒めたいっていう時にこういろいろ自分の中でこうこうなんだこうだって言っても言ったほど自分でもうなんか嘘臭く,さくなってんだとか。 相手困ってるだけかかもとかすげー思うんですよもう最初の一撃のシンプルな、うん、いや本当に面白かったですっていう,う<私>でいいんだけど、うん、でもそれだと他の面白かったですと一緒に紛れんのはやだなるほど俺は絶対並びの人よりも俺の方がマジで面白いと思ってるけど他のし今みたいに「いや他の人より僕の方が面白いと思ってますわ」は絶対相手は喜ばんいじゃんそんな言い方うか。 自分は特別だってことを伝えたい相手にも特別だって分かってほしいって言葉を考えてもまあでもどうにもなんないなとかいうのがどっかで自分の中であるんだと思うんだけどだそういうとことも触れたのかもしれないですね。そ<れ>ちょっと本当に いや、それなんか、す、すっごいな、なんか、いや、その根本さんにどういうつもりで作ったのかっていう。うん、いや、本当に。だから、ちょっと、はな、を一度お話ししたいですよね。うん、だって、そこで泣かせる気なかったかもしれないでしょう。うん。だから、だからでも、その、それ、本当良かったから、まあ、その内容とか、ですけど。え、そうやって、本当に面白かったっていうのを呟いたら、根本さんが反応してくれてね。<あ>す、なんか、すごく、すごく嬉しいですって。 すごく嬉しいっていう言い方がなんかすごいあさすが言葉嬉しいですよあなんか本当な感じがすごい伝わって嬉しかったですね。あいあいいなあそれ。いや本当に不思議な感覚こんな言うと本当に失礼ですけど女性の方なんであれですけどその舞台を見ただけなのにでもそこに出てる人っていうよりはそれを作った、うん、その根本修子さんっていう存在っていうよりはその作った人となんか一夜を共にしたみたいな感覚に陥ってる、うん、本,当本当にこれマジで、えー、うん 何も知らないくせに支配したみたいな気持ち要は支配されちゃったみたいな気持ちお互いをはあ<ー>、うん、すごいねそれ不思議な感覚でしたいやすごい話だなうんあだからその演劇で言うとまあちょっとまあちょうどよかったのが今度あの「メトロンズ」っていううん <laughs> その <laughs> ああ告知かあそううんあ<ー>であの正直、うん、あの根本さん の根本さんってもう俺がその根本さんの後にこんな告知をするとは思わなかったから本当に困ってんだけど今お前が根本さんの話いやでもいろんなお芝居があっていいわけだよいやいろんなお芝居とかじゃないのよ、うん、根本さんとかに出さないでよ <laughs> いやいいじゃんメトロンズはメトロンズをが一番面白いと思う人人言っていいじゃんまあそうだけどまあまあ まあでもね、今回ねちょっと、あのー、告,知告知ごめんなさい僕今、メトロンズという、ねうん、ユニットをやらせてもらってます、はいえー、シズルライス・サルゴリラこのとあと中村元樹っていう作家、はい、この7人で、えー、やってるユニットがある,、ね、あるんですけど。 これが、えーまあ、今年あの4月21日から25日まで、はいうん、赤坂レッドシアターで副担任会議という演目をやらせてもらいますもうそ,のそれぞれのコントとかじゃなくてその1本のお芝居だけってことですね。そうです、はい、もう75分80分ぐらいの。はい、で、えーえー、と本書いたのが僕とサルゴリアの児玉で書きました。お でこれはもうね結構初めて書いたんだけどあ、ね、多分ねこれはね結構皆さんまあ、うん、泣いたり笑ったり気持ち悪がったり、はい、っていうもういろんななんていうのこう感じ性揺さぶりますよ来てもらえれば。なるほど、はい、なんであのー、最近なんかこうちょっとこうなんか。 好きなみなことばっかりやってるな私なんかこうロボットなんじゃないかなみたいなみたいな人はね <laughs> あの来てくれたらあのあっだこう,こういうふうに思えるんだっていうそういうあなんか告知の仕方、うん、なんか下手だよねなんか,ねなんか今のだとなんかいや行く私はロボットなんだってそんな感覚嫌じゃない、うん、違うねなんかいろんな別に演劇好きな人もだしいあそうね なんか生で見るのって楽しいよだともいでいいんじゃないのそれこそそうねだからあんまりあんまり作り手が熱い思いあんまり言わないよここでねそうなのよんかうんでも俺はその今回のやつは知らないけど前回のメトロンズのもうちょっと短い40分ぐらいのお芝居はすごく面白かったんでそうですね見たいです僕もはいあぜひ。ちょっと時間あったらあいいですかはいぜひお願いしますはいえとまあ細かく言うとえ ええ二十一日二十二日二十三日が十八時で一回公演で二十四二十五が十二時から十六時の二回公演になってます。ええ全席指定でええ五千円になってますんで、はいあの損させないんでぜひよろしくお願いします。はい来てください。はい。はい。そしてええ僕もええ四月一日にええフルーツパンチ村上健次の俳句修行というええ本がええ 出ます。はいはい。出てるか。もうね、そうでね。そ,そうかね。もう放送。うん。されてる時は。うん、ということで、うん、そちらも、はい、気になった方ちょっとよかったらチェックしてみてください。はい。ありがとうございます。はい。というわけで以上フルーツポンチ村上でした。しずるい池田でした。ありがとうございました。ありがとうございとしょ。この番組はサラが青春の光おっしゃるニュースブーチャンネルを金センションに放送りしました。